こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日は青魚漬けの巻き寿司を作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市西小園にあります三島園さんの器を貸していただきました。三島園さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日は青魚ですね、旬の。今が旬ですよね、阿蘇市のね、はい、はい、私も今日メニューを聞いて楽しみにしてきましたのでどうぞよろしくお願いします。まずは何から。じゃあ寿司飯を作りました。はい、はい、で合わせ酢をご飯に、はい、合わせます。はい、でこれを切るように混ぜます、うん、まだねご飯湯気が出てるのでちょっと冷やした方がいいですね。そうですね、あったかいと海苔がですね、うんうん、こうクシュッと縮まるっていうか、はい、そして具はですね、メインはもちろんこちらの、ね、なんですけど、ね、今日は他に2種類、はい、はい、人参と卵焼きですね、うん、はい、人参をちょっと茹でてあります。はい、して卵焼き巻いていただくのは高菜をつけてもらった足立さんですじゃあご飯が置けましたので、ちなみにあの高菜の新漬けはですね、あのオンラインショップアソモでも今あの販売をしておりますので、まあ、地元をね近くにない方はあのインターネットで手に入れることができますので、ぜひオンラインショップアソモのサイトも覗いてみてください。あ、なるほど、こう葉と茎を交互に、うん、して人参と、色もねあの緑黄色赤とこう華やかですよね。なんかこう春が来たような、うん、では巻いていきます。この時なんかコツってあるんですか、足立先生。別にこちらからしっかり押さえて、うん、回しながら、うんうん、でここまでちょっと上向かってください。そして向こうに行ったら水を先端につけて、うん、あ、海苔の先端に水をつけて、番号を忘れてよかった。ギュッと、あ、端っこを整えて、どうでしょう。ね、もう桜の季節も近いのでお花見とかにね、うん、作って持って行っても喜ばれると思います。青魚の青魚漬けの海苔巻き、海苔巻き、巻き寿司、はい、出来上がりです。あ、いい香りがもうねプンプンしてます。出来たての巻き寿司をいただきます。いただきます。断面がね綺麗ですね、うん、色が。いただきます。じゃあ高菜のところ、うん、うん、あ、春の味、おい